もうちょっとこちらに。あ、こっち。あ、俺、あれ着てきます。月見の。おお。いいですね。おお。用意がいい。用意がいい。俺も T シャツ、カムロなんですよ。あ、カムロさんだ。カムロ。ほんとだ。カムロ T。カムティ。カムティ。唇がね、リアルなんですよね。そうだね。いいね。そのシワがね。そのシワがリアルなんですよね。鈴鹿すばるのちょめちょめ。この番組はあかねんさん、日本一入りにくいリサイクルショップゆずりやさん、おごせぐるぐるさん、ぬっこけジャパンさん、ノーズっこけジャパンノーライフさん、ミルキー農園さん、家族食堂別天亭さん、ビンビンですチャッチャッチャッさんの提供でお送りいたします。坂戸駅北口から徒歩5分ミュージックバージュークボックスのジュークボックスファブスタジオで収録しております。獅子座の鈴鹿すばるです。カニ座の箱です。同じくカニ座のジュークボックスマスタータクです。おさあ、ということで、本日のゲストは箱です。よろしくお願いします。また自分に言わせる。そういうことだ、そういうことだね。そういうことだ。あ、そういう出来だ、そういう出来だ。分かった分かった、分かってきたぞ。そうです、今日は笑福亭八甲さんですよね。ちゃうちゃうこの番組の前々の時間帯のね。そう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 、11時からアイドル大発掘の。ちゃうちゃう紹介してくれてありがとうございます。皆さん1時間ぶりのご無沙汰でございます。あ、すごいすごい。もうその番組聞いてる人聞いてないかもしれないですね。だってさ、うちの番組さ、半分ぐらい寝落ちしてるだろう。多分ね、ホイキタでもうみんなそんってそんなことはない。箱さん、箱さん柔らかくて優しいトークだねって、それすぐ眠いってことだよってたまに思う。ジュークボックスの時にはね、いいのね。ジュークボックスだけ起きてもらう。こっちでね、やってて、うん、まいすばる食堂っていうの。あれ、テイストがね、テイストが違うんですよ。びっくりするんですよね、あれね。あれ、俺、一人で撮ったもんね。麺は浅草開花路って言ってね。そうそう、 あれね、あそこだけすばる食堂で撮って、あとの、うん、まいすばる食堂ってのは夜中に一人で撮った。あのテンションで。そう、何も食ってないのに。改めて説明すると、はい、金曜日の11時23時からの放送中の川越ロック、はい、発行プラモ深夜族よろしくお願いします。おお、はい、でプラモの会もやってるんですよね。そうそうそう、プラモの会もねやってますよ、はい、あのゆるプラっていうのを月1回ぐらい、はい、お、はい、もうね、本当にエロい。エロい、エロい、あ、エロくねえ、ゆるい、ゆるい、ゆるいかよ。これもエロいと思ってた。エロいのかと思って。確かにみんななんかすごいこう目標こうやってくれる、ね、そうそう、いじりまくってるだろ。こう合角度からみたいなね。この角度から。俺無理やり今深夜に持ってこい。まあね、いろんな人がねいるからね、うん。あれは楽しい会ですね。あれは楽しい会ですね。お子さんもね、うん、ね、そうそうそう、小さい子から。そう、出来上がってね、みんなでああって嫌だったでしょ。あれ恥ずかしいね。恥ずかしかった。大人になってあれやられると恥ずかしいね。すばるくん、できました、うわーって、めちゃくちゃ恥ずかしい。注目されてる。そう、自分でなんで僕ができた時にはみんな拍手してくんないんですかみたいな感じで言ったのに、すばるくんできました、わーってみんなやってくれるから恥ずかしいと思って、そしたらサイドミラーついてなかったんですよね。完成してねえ、完成してねえよっつってね。でさ、家帰ってさ、はい、ちょっとまずかったかなと思ってさ、はい、で、あのインスタに上がった、インスタじゃないや、はい、あの SNS に上がったスバル君の写真見たらさ、ちゃんとミラーついてんじゃん。そうそう、ちゃんとつけたんですよ。そう、お客さん切れた段階で、うん、こう接着剤をつけて完成させたんだ。完成させた。そう、そうじゃないとあの感想かけなかったんで、ゆるプラの完成しましたから全部話して、いい回でしたとか書きたいなと思ってたんですけど、実物出したら、ね、ミラーがついてないっていう、ね、そう、どうしちゃったんってぶつけたんって思いちゃうから。自分の発酵さんといえばプラモもそうだし、はい、あとモルック、うん、あー、モルック、モルックは最近ね、うん、ダメですね。
本当に俺やばいっすよ、ね、やばいっすよね、やばいっす、あんだけ俺ボルクできるよっつってできねえじゃん。そう本当にみんな上達しちゃったから、みんなね練習しないとダメですよ。本当できると思うとね、できると思って思った気持ちがああいう結果を生むんです。当たらない。最近でもレッスンプロって言われてる。そうレッスンプロ、ね、レッスンプロって言うとねすごい気持ちが楽になる。そう教えるのがうまい、プレイヤーじゃない。そうそうそう、あくまでもね教えてもらってなんぼのもんって感じ。そうね、ボルクもね面白いね、ボルクもね面白いね、本当にこんなに面白いスポーツだと思わなかった。思わなかったでしょ。思わなかった。ただの棒投げるだけと思ったでしょ。そう、ちょっとバカにしてたんですよ。そう、ちょっとバカにしてて、まあいつでも始められるしなぐらいの気持ちでいたんですよ。でハマってる人がいるっつってて、そんなさーっつって、どうだ当たるじゃん、投げれば当たるじゃんと思ってたんですよ。いやもう奥深い。奥深いでしょ。そう。だって駆け引きもあるしさ。そう本当本当。人生の縮図みたいな。そう。そこまでは思わないと。そこまでは思わないんだ。思わないんだ。思わないんだね。そこまでは。それ言い過ぎた。言い過ぎだと思う。いやね、モルクも面白いし、でもプラモデルも。だからちゃんとなんかこう、ね、僕のリズムができ始めて。よかったですよ。ほんと。じゃないとずっとラーメン作り続けちゃうの。スバリズム。スバリズム。スバリズムいいっすね。ツーリズムみたいな。ツーリズムみたいな。そう、車のあれがあるから余計にややこしいんですよ、スバリズム。スバリズム。スバになるからね。でもこれでさ、あのこの間スバル君は、うん、あの車をね作ったんだけど、はい、次何作るかがかなり注目だよね。僕としてはプラモデルです。そうです。プラモデルです。内緒です。内緒なの。もう決めてんの。心は決まってんの。決ま、もうゆずり屋さんで、うん、もう前に買ったやつが積んであるんで。あ、積んであるんだ。そう、積みプラになったんですよ。あ、とうとう積みプラ。積みプラも始めたんだ。積みプラになっちゃってるんで、はい、今回のテーマが、はい、占い。占い占い占いね、いろいろあるね、占いね。占いって、あれでしょ、うん、普通のあの占い師に見てもらう占いから始まって、あ、雑誌のやつとかもあるし、うん、そう、テレビもね、毎日毎日占いやってますもんね。おみくじだって占いでしょ。占いですね。そうそうそう、もうネットでもね、調べたらもうすぐにパパッと売っちゃえば何でも出てきちゃうっていう。昔はあの、毎朝見てまして、あテレビの、あのなんちゃん、なんちゃんですか、なんちゃんで、はっちゃん、はっちゃん、星座占いだ。そうで、順位こうつけられるじゃん。ごめんなさい、12位のなんとかさん、ごめんなさい、もう会社行かねえみたいな。12位なんだ、行ってもしょうがねえだろみたいな。なんかそれに対して不満があるらしいですよ。そうなんです。発行さんもね、さっきカニ座っていうことで、はっちゃんの、某はっちゃんの、あの星座占いって、カニ座悪くないですか。カニ座悪いですよ。ねえ、やっぱり気づいてました。そう、カニ座やたら悪いんですよ。嘘だよ。カニ座はね、違う、僕の感じだと、カニ座は突然上り詰めるんですよ。そう、突然って1位行くんだけど、翌日12位とか10位とか、そんな乱高下ってあるよ。そう、なんかしたみたいな。しとんじゃないか。浮かれってなんかしたみたいな。カニ座でも22だから4だからです、うん、なんだこれ。4ちゃんそう、やっぱ8と4ってやっぱあんまりあれだから、うん、なるほどね、なるほど。そうだから、そう考えると獅子座は結構上の方にいることが。獅子座だって4と4、4だから8だから。そうか、じゃあ4ちゃん見ればよかったな、占い。じゃあ8ちゃん見ればよかった。そう、でも俺あれなんですよね、6ちゃんだったんですよね。あら、6ちゃんの占い何やってるの。ふちゃんはコロ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 朝の番組変わるから安定しないんだ。安定しないですね。なんかこう登ってってさ、あ、それ何匹かが登ってってさ、血液型選手権ですね。あ、それか。そう、血液型か。そう、あのどうなってるのの時からです。あ、そうだ、ね、答えてちょうだいとかね。そう血液型選手権途中で落とされたりするの、ね、お、 AB 型、あー、キツネが落ちたって。それあ、俺6ちゃんも見てたな。それはあれです、8ちゃんです。あれ、はっちゃんのお昼ぐらいの。あ、そうだっけ、そうだっけ。だからはっちゃんをそのまま、そう見ててる。そうかそうか、うん、あの目覚ましテレビの後ですね。あ、仕事してるはずなんだ。なるほどね、なるほどね。
あと今年おみくじ引きました？吉と末吉です。2回引いたんですか？そう今シーズン大吉なんですよね。お、そうですね。今シーズン一発目が大吉なんですよ。あー、出てますもん、大吉感マジで、うん、でしょ、うん、大吉は持って帰るんだよね。あ、そうお守りになる。そうそれ以外はお酢ぶといいしね。いや、今日だけですよ。え、今日を片手で結ぶっていう、それの大変さが厄除けになる。片手で結ぶんですか？片手で結ぶんですか？そういう感じ。じゃあ吉とか、うん、小吉とかはどうするの？いや、持って帰るんです。あ、持って帰るんだ。お守りになるんだ。小吉なのに。小吉でもちっちゃい吉だよ。でも小さな幸せの積み重ねが、うんうん、大きな幸せになるんです。ジョーカーじゃあリンダーカーわかったわかったわかった、見て知らない人はもう検索してください。リンダーカーはインフィニティよろしくお願いします。渡辺エンターテインメントのリンダーカーインフィニティディン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 これラジオでわかるか、わかるかな、何か分かってくれ。そうまあそういう感じですよね。そういう感じですね。そう、でも本当小さな幸せの積み重ねですから。まあそうですね。あの、あくまでも目安ですからね。そう占いっていろんな見ちゃいますよね。見てますだって なんだっけ、あの旅はどうするとかさ、はいはいはい、病気は良くなるとかさ、良くなる前に俺何の病気教えてくれみたいな。なんだろう、まあ、寝ないから寝不足はね。ああ、寝不足もね。寝不足かそっか、僕自分では寝不足だとは思ってないんですけど、みんなが寝不足だって言ってるだけで。何時間ぐらい寝るんですか？2時間ぐらい。寝不足ですよね。やばいっすね。やばいっすね、2時間も。でも2時間充実してんだよ、寝る時間。寝る時間充実。夢とか見ます？見ますよ。どんな夢見ます？僕が見る夢ですか？だいたいヒーローです。ヒーロー願望があるんですか？ヒーローか、芸能人の夢です。ヒーローになってるか、あとは例えば極端な話、まあファンの人がいたら怒るかもしれないけど、スマップの一員になってるか。それなんかよく見ますよね。見ますよね。本当にですか？見たことない。僕らスマップなんです。僕ら実はスマップなんです。夢の中ではね、同じグループなんですけど。僕みんなから石投げられてる夢見てください。被害妄想強すぎなんじゃない。それこそ夢占いってなんかあるかもしれないよ。石を投げられたあなたはこんな夢っつってさあ、スマップになるおじちゃんはどんな夢なんですか？スマップになって忙しいんですよ。で、あ、このスケジュールを間に合わさなきゃいけないけど、こっちのテレビが終わんない、どうしよう、中居くんって言ってるよね。自分勝手でしょ。やるしかねえべ。やるしかねえべ。中居くん。ポジションがキムタクとか中居くんじゃないんですよね。ああ。そう。端っこにいる、カズタツゾ。そう。今のは危ない。ここまでちょっと。危ない。のポジションになぜかいる。ミドレンジャーでしょ。ミドレンジャー。限定されてない。限定されてない。なんだこの。そう僕もメインじゃなくて、メインじゃない方のところで頑張っている状況で、メインに何かこう申し上げるような夢。人間関係で悩んでます。で、最近はもうウェブでもそういう占いというか簡単にできちゃう。できちゃいますね。まあ、そういう何も関わらない機会がやった、はい、ちょっとこのレギュラーの2人のまず2つ占いをやってみたんですよ。やったんですか？やってみたんですよ。はい、そのうちまず1つが、あの九星気学っていう、南泊南西とかそういう風な、はい、1000年とかかってやるやつ、はいはい、で2人のやってみました、はい、まず私、タクはですね、一泊水星っていうやつだったんですね。はい、それのなんか性格がこんなだっていうふうに言われるのは、表面は穏やかでも内部に激しさを秘めているタイプ。静かで穏やかな雰囲気があり、人に合わせることが上手なため、社交的なところがあります。
水の精霊、環境の変化にも水の精霊ってあれですね、精霊の精霊ですね、精霊の精霊、はいはい、で環境の変化にも素早く馴染む柔軟さと、順応性を持っていますが、うん、内面はとても強情な部分もありますと、うん、なんかあなるほどっていう感じがなんとなく、うん、分かる気がします、はい、で今度はスバルさん、スバルさんは視力木星4つの緑の木星です、うん、はい、は聡明で優しく親しみやすいタイプ、順調で穏やかな春のイメージです。春のイメージです。争いを困らず社交的で人からも慕われる性格ですが、ともすれば主体性に欠けるところがあります。できるだけ自分で確かめ自分で判断をするように心がけましょう。こっちがね、なんか今ちょっと反論があるでしょ。そう、いやだから、うん、これはハマらないこともあるんだなと思ってそう、そうなんですよ。前半は良かったけどね。そう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 、ハマらないこともある。爪が甘い裏。そう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 、でもまあこれは完全に統計学の。そうだよね、だって同じ星座っていうか、そのなんとかの星座が何人もいるわけですから。そう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 ですよね。の場合に、ね、春のイメージって言われてね、春のイメージそうですね、どちらかっていうともう夏ですよね。夏のイメージ、そういうイメージですね。情熱の人ですからね。ねえ、それは夏あれですか、水着着て。違います、川越祭り分かりづらい、分かりづらいラジオ川越さんですか。あ、そうそうそう、ローカルラジオ。そうだよね、川越命のスバルくん。そうなんですよ。まずこの占いをやって、はい、あともう一個は生命判断をやったんですね。生命判断、はい、でですね、まあこれ長いんでね、うん、まああれなんですけど、私の方はですね、はいはい、まあ総格っていうのは、まあ大吉だった、違うな、大吉だったんですよ。あ、そう、総じて大吉だった。総じて大吉で、仕事運が大吉。いいじゃないですか。かなり基本がもう吉と大吉で全部できてたんです。おお、すごい良くて、うん、でまあ総格で、まあかなり強いパワーとやる気を持っている人間で、曲がったことを許さず一本気で何事も最後までやり通せる人格ですとか、もう結構いいことがいっぱい、はい、書いてました。すごいんです。でこれでスバルさん、スバルさんの本名の方でまず、はいはいはい、本名の方で、本名の方でですね、すごいんですよ。こちらもね、またね、大大吉がね2つ出てて、基本が大吉と、ただですね、総格だけが強なんです。部分的には大大吉なんだけど、もう全部ほぼ吉大吉とか、もうそのレベルなんですよ。全部がもう運勢めっちゃ良くねっていうんだけど、まとめると今日どうしてだよっていう。そう、振り幅激しいね。そう、どれもねすごいいい言葉書いてるんですよ、うん、そう、まあ、天格で持って生まれた才能は最大限まで生かすことができます。ほうほう、その才能があなたの人生において人やお金を集めてくれますとか、いろいろあるんですけど、その総括っていうものだけが、仕事がうまくいってくればプライベートがダメ、逆にプライベートが良ければ仕事がダメと、全てがうまくいくことは非常に稀ってなるほど、そう、仕事なら仕事、プライベートならプライベート、だから仕事がうまくいってる時はプライベートがやばいんだなという思っていただいて。なるほど。なんですけど大大吉とかなんですよ。そう、びっくりするんですよ。だって大吉吉大大吉大大吉大吉ってなってて、うん、なぜか総格だけ今日そんなあると思って、これも不思議だね。そうで、鈴鹿スバルで一応調べたんですよ、はい、そうね、うん、そしたら、それこそ、仕事運と総格と、うん、家庭運は、大吉だったんですよ。大吉、はいはい、そう、でも鈴鹿スバルで天格、人格、地格、うん、外格は全部大吉だった。マジで鈴鹿スバル振り幅ビンビンだね。そう、そう、他は全部あれなのに、大吉なのに、そのネマジンのやつだけ全部ダメなんですよ。画数が全然ダメみたいな、大凶。そんな鈴風すばるがお送りするラジオ番組やばいやばい、みんなに幸やねん。そうだから振り幅がすごいんだよ。振り幅がすごい。だから僕の本名が持ってないものを鈴風すばるが持ってんすよ。じゃあ良かったんじゃない。そうだから、そのバランスなんですよね。鈴風すばるで全部行くとダメです。
途中のね、その自分のね、本部の方に戻ってね、そう、総格だけダメなので、びっくりするもんな。これぜひね、みんなもね、調べてみるのが面白い、本当に、うん。昔脳内メーカーってあったんですか。ありましたね、うん、はい、あれでやったら、うん、僕はあの真ん中が金で、うん、周りが女です。あれはもうああいう風にしか出ないのかな、ね、そんなことないですよ。あ、そうあってんのかな。いやーどうかな。そうなんですか。俺的にはだけどそうだった気するな、なんか俺、愛しかなかった気がするかっこいいっすよ。俺、でも性欲っていうのはすごい性欲っていうのは大体そうなんですよ。大体そうなんですよ俺、愛しかなくて、あれ、帽子のところに愛って書いてあったかもしれない。それは違う、武将だね。それは武将だね。武将ですね。そうそう誰とは浮かばない。誰とは浮かばないけど確かいたな。いたちょっとそれ言いたかっただけですよね。そう、曲いきましょうか。曲は高橋優さんで福笑い。おー、福笑い、福笑い、なんか思い入れあるんですか。これはね、すごい染みる曲なんですよ。そう、まあ泣いちゃうんすね、これ聞くと、うん、ってことで、福笑いの方聞いてもらって。あー、いいですね。しますね。そう、そう、僕、実は特技があって、うん、ラーメン占いっていうのができる。ラーメン占いってあるんですか。できるんですよ、ラーメン占い。でも統計学なんで、うん、皆さんが食べるラーメンの、食べる順番で、その人の性格、うん、食べる順番何、スープからとか麺から、具からとか、具だったらチャーシューからとか。例えばスープから飲み始める人、スープからね、だから例えばじゃなくて、発酵さんどっちから。俺ね、スープです。スープから飲む人は、研究するのが好きな人です、うん。何でも研究するのが好きな人、打ち込みやすい人ですね。へえ。一つのことに打ち込みやすい人はスープからですね。スープ飲んで、スープを飲んでから、少し麺とスープをこう馴染ませますね。ああ。そして麺を食べます。いや、もう研究熱心な方です。でもそう、どう変わるかとか、そういうのを試したかがある。麺からですね。絶対嘘じゃないですか。うわ、ずらしたのうまかったっすよ。ラジオ的なね。そう。あ、実は麺から食べる人ってほぼいないっす。そう、多分ね、9人いて、9人、普通10人だね。10人いて、1人いるかぐらい。本当にそうなの？本当にそうです。一番多いのはやっぱりスープから。スープからが大体6割ぐらいですかね。ちょっと待って、スープでも麺でもなかったら何食べるの最初。最初に具材いく人いますね。結構います。え、あの海苔とか、海苔とか青菜とかそっち行く人もいます。へえ。そういう人はね、結構ね、気分屋さん。あ、どれ行くか分かんないから。そう気分屋さんでもうそういう風に具材を行ってくっていう。ラーメン占いってあるんだね。いや、僕が今考えたんです。マジか。統計学なんで、占いを食べてる人の性格見てると、ああこういうのな。二郎系だとさ、嫌がおなくさ、上の野菜から食べなきゃいけない場合出てるし、か天地返しするか。天地返しすることはかなり勇気がいる。天地返しは本当はダメですからね。あ、そうなんだ。そう、天地返し、二郎系を食べてる人って、天地返しするのが通だみたいになってるけど、天地返しは本当はダメなんですよ、俺。なんか理由があるの？二郎ファン、だから結局、うん、要は味薄まるじゃないですか。あ、そうか、そうか。いや、もやし中心に考えてるのか、ラーメン中心に考えてるのかって話で。あー、ラーメン食いたきゃったら、そのもやしをラーメンの汁の中に入れるなよっていうこと。そうだから、こう、楽しんでいく部分で、天地返しって、あんまりいいサポートないらしいです。
よ。昔はそれが通の食べ方で、そういう風に食べるのが、うん、あの通だみたいに言われてるんですけど、うん、本当の二郎系好きな人は天地返し、うん、みたいになるらしいです。へー、勉強になりますね。そう、よくラーメン屋さんが、文句言う、うん、あの初回で麺型頼むやつはどうのこうのって言うじゃないですか、うん、あれと同じぐらい昔は麺型がなんか通の食べ方だみたいな、うん、まあそれは豚骨の流行った時代の流れであって、それを全部に持ってきたら通も何もねえだろうっていう風な、そう今麺やわの時代なので、そうでもまあ好きなように食べていいんですよ。好きなように食べていい上で、こだわり持ってる人はそれが通だと思ってやってることに対してはぁってなることがあるので。なるほど、そう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 、まあでも別にいいんですよ。今日勉強になりますね。勉強になりますね。麺型占いです。麺型占い。麺型占い。あれ、ラーメン占いは誰が考えたの？ラーメン占い僕。あ、そうなんですか。なんだよ。ラーメン占い。味玉を選んだあなたは人気者。雑。雑。チャーシューを選んだあなたはパワー系。そうだろうね。チャーシュー食べる人だよね。肉食いに来たんだよ。ネギを選んだあなたは気遣い屋さん。もう何だか占いでか何だかね、分かんない回にね、なっちゃってますけど、はい、申し訳ございませんでした。はい、エンディングいきますか。エンディングいきますか。はい、はい、エンディングのお時間ですね。はい、よいしょ。はい、スポンサーを募集しております、はい、鈴鹿そばのちょめちょめではスポンサーを募集しております、はい、あれ発行さんのラジオも、あ、募集しておりますよ。はい、はい、1ヶ月2200円、3ヶ月で6600円。同じです。はい、せーの、6600円。いや、慌てください。後で合わせてください。大変。はい、鈴鹿そばのちょめちょめではラジオのお便りを X インスタ、ラジカホームページ、投稿ボックス等でお待ちしております、はい、お気軽にお願いしますと、はい、いうことでね、はい、来週は特別会ということで。お、そうなんですよ。なんだ、はい、特別会って。内緒です。内緒です。へー、ということでスナックスバルをやるんですけど。内緒じゃないかい。全然全然内緒じゃねえじゃん。シークレットゲストって言ってシークレットじゃないみたいな。もう影で分かっちゃう。影で分かっちゃう。そう、そう、告知等あります？大丈夫ですか？告知ですか、はい、もうみんな寝てると思いますけど、もう来週、また、ラジオカウボーイで、発行プラも新夜族ありますんで、お、聞いてね、聞いてね、はい、せーの、聞いてね。はい、そういうことで来週もスナックスバルに来る。はい、バイバイ。